ラスベガスレーダースはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス都市圏のパラダイスに本拠地を置く NFL チーム AFC 西地区に所属している。ホームスタジアムはアレジアントスタジアムで本社は同じネバダ州のヘンダーソンに位置している。1960年1月30日 AFL の誕生とともにカリフォルニア州オークランドを本拠地とする。 オークランドレーダースとして設立された。その後、1970年の AFL と NFL の合併時に NFL に加盟し、以降は AFC 西地区に所属している。1982年から1994年まで本拠地をロサンゼルスに移し、ロサンゼルスレーダースに改名するも、1995年より、再びオークランドを本拠地としていた。 オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアムの老朽化から移転が課題となっていたが、2017年3月のオーナー投票でネバダ州ラスベガスへの移転が可決され、2020年1月22日にラスベガス都市圏のアレジアント・スタジアムを本拠地としている。チーム創設後の3年間は弱いチーム状況、財政難、観客動員数の減少に悩まされていたが、 1963年に、後にオーナーとなるアルデービスがヘッドコーチに就任したことで、チーム状況は大きく改善された。1967年、チームは初めてポストシーズンに進出し、初の AFL チャンピオンシップを獲得した。第2回スーパーボールでは、グリーンベイパッカーズに敗れている。それ以降、チームは地区優勝15回。 AFC チャンピオンシップ4回、AFL チャンピオンシップ1回、そして第11回、第15回、第18回と3度のスーパーボール制覇を果たしている。アル・デイビスは1972年からオーナーとしてチームを所有しており、2011年に亡くなった際、息子のマーク・デイビスが経営権を取得し、以降はアルの妻、キャロル・デイビスが経営権を維持している。レーダースは、 幅広いファン層と独特のチーム文化で知られている。1960年1月、オークランドのフランチャイズ獲得後に、オークランドレイダースとして創立された、AFL 設立時のチームの一つである。レイダースは、エクスパンションフランチャイズを獲得して、AFL のフランチャイズを放棄したミネソタに代わって、新リーグ8番目のフランチャイズとなった。チーム創立当時のオークランドは、 プロフットボールの本拠に適したちとは言えなかった。地元にチームを求める声はなく、オーナーシップグループも形成されておらず、プロフットボールの試合を開催できるスタジアムも存在しなかった上に、サンフランシスコワンエリアではすでにサンフランシスコフォーティナイナーズが人気を集めていた。しかし、ロサンゼルスチャージャーズのオーナーであるバロンヒルトンが、西海岸にもう一つチームが設立されなければ、 チャージャーズのフランチャイズを放棄すると宣言したため、AFL のオーナー陣は、西海岸第2のチームの本拠地として、オークランドを選択した。この時ヒルトンは、アトランタからの誘致を拒否している。フランチャイズを獲得した、オークランドの市民代表メンバーは、この新しいチームへの投資意欲を持つ、実業家を募る。このチームの経営体として、リミテッドパートナーシップが設立された。 地元の不動産開発業者である、マネジメントジェネラルパートナー、ジェットソーダを筆頭に、ジェネラルパートナーとして、ハーベイ・ビンズ、ドン・ブレッシング、チャールズ・ハーネー、エド・マクガー、ロバート・オズボーン、ウェイン・バリーが名を連ね、この他に、多数のリミテッドパートナーが出資した。地方紙によりチーム名募集のコンテストが開催され、オークランド・セニョールズが選出されたが、これは、 地元のジョークの種になり、数週間後、オーナー陣は、チーム名を、コンテスト第3位の、レーダースに変更した。当初のチームカラーは、黒、金、白の3色であった。おなじみの、ヘルメットをかぶった海賊のエンブレムは、俳優ランドルフ・スコットの演出によるものと伝えられる。バークリーのカリフォルニアメモリアル・スタジアムを、ホームゲーム時に使用することを、カリフォルニア大学に拒否されたため、 サンフランシスコのキーザー・スタジアムをホームとすることになった。レーダースの最初のレギュラーシーズンのホームゲームは1960年9月11日に開催され、レーダースはヒューストン・オイラーズに22対37で敗れた。最初のシーズンの成績は6勝8敗でチームは50万ドルの損失を計上した。1961年1月17日にそうだが フランチャイズのパートナーを辞め、エド・マクガー、ウェイン・バリー、ロバート・オズボーンの3名が、他のパートナーから、レーダースのオーナーシップを買い上げた。この年、レーダースは、キャンドルスティック・パークに移り、2勝12敗でシーズンを終了。シーズン全体での観客動員数は約5万人だった。バリーは、オークランド市内にスタジアムを建設しない限り、 レーダースの本拠地を変えると宣言する。1962年、レーダースは初めて、オークランド市内のスタジアム、座席数1万8000のフライクヨーエルフィールドに移る。ただしこれは、建設中のオークランドアラメダカウンティコロシアムが、完成するまでの一時的なホームであった。1962年のシーズンは一勝13敗に、終わった。初戦から13連敗し、 最後の一試合で初勝利を挙げた。観客動員数は低迷を続ける。1962年のシーズン後、バリーはサンディエゴチャージャーズの前アシスタントコーチであるアル・デイビスをヘッドコーチ兼ゼネラルマネージャーとして招聘する。当時デイビスは33歳、プロフットボール史上最年少でこの役職に就いた。デイビスはチームカラーを銀と黒に変更した。これは 主として、当時のほとんどの視聴者が見ていた白黒テレビの画面で、よく映える色だったことによる。デイビスの指揮の下、チーム成績は10勝4敗に上昇。デイビスは、AFL の年間最優秀コーチに選出された。1966年、デイビスはレーダースを去り、AFL のコミッショナーに就任する。翌1967年、チームは、ジョン・ラウチヘッドコーチの下。 レーダースは、ヒューストン・オイラーズを40から7と下して、AFL チャンピオンシップを獲得する。この勝利により、第2回スーパーボールに出場するが、ビンス・ロンバルディ率いるグリーンベイ・パッカーズに1 4から33で敗れた。1968年11月17日、ハイジゲームと呼ばれることになる有名なゲームに勝利した。当時のアメリカンフットボールの試合は3時間以内に、 ほぼ収まっており、ニューヨークジェッツとのこの試合は NBC によって放送されていたが東部標準時、中部標準時では試合開始から3時間が経過した残り時間65秒でジェッツが FG を決めて32から29とリードしたところで放送が終了し当初の予定通りアルプスの少女ハイジに切り替わった NBC は2時間映画のハイジのスポンサー タイメックスとの契約がありフットボールの試合終了とは関係なく予定通り放送を切り替えたのだが、その後レーダースのオフェンスが TD を上げ、さらにキックオフでもジェッツのファンブルしたボールをリカバーしだめ押しの TD を上げて43から32でレーダースが勝利した。放送を中断したことに対して抗議の電話が殺到し、翌日 NBC のジュリアン・グッドマン社長は謝罪することとなった。 またこの試合以降テレビ局はアメリカンフットボール中継が長引いた際には以後の番組を繰り下げるように変更している。2010年発行の TV ガイドでもこの失態は第5位にランクされている。1969年、ジョン・マッテンが6代目ヘッドコーチに就任した。チームは1970年代に6度の地区優勝を果たし NFL 屈指のフランチャイズに成長した。 オークランド時代1970年、AFL と NFL の合併により、レイダースは NFL の AFC に地区所属となる。この合併は、デイビスに苦い思いを残した。彼はメジャーリーグと同様に単一のドラフト制度のもとで、独立した2リーグでシーズンを戦い、最後にリーグ優勝を決定するというプロフットボールのビジョンを持っていた。彼は、AFL のオーナーたちが、 NFL のフランチャイズを獲得したいがために AFL 消滅に手を貸したのだ。彼らに裏切られた、と感じていた。デイビスは彼自身のようなフットボールマンが門外漢の気まぐれに左右されることに不満を抱いた。これにより、デイビスの目標は彼自身がオーナーとなることに据えられた。AFL コミッショナーという職を失ったデイビスは、レーダースへの復帰をバリーと交渉する。 デイビスはチームのオーナーとして、また、フットボール運営の責任を負うパートナーとして、レーダースに復帰する。1972年、バリーがミュンヘンオリンピック観戦に渡航していた、数週の間に、デイビスの弁護士は、デイビスに、レーダース運営の全権を委ねる内容の、パートナーシップ契約の改正案を作成する。マクガーは、この契約にサインした。 ジェネラルパートナーの投票結果が2対1となったため、パートナーシップ法に基づいて、この新しい契約は承認された。バリーはこれに気づいて激怒し、すぐに新しい契約内容の取り消しを求めて訴訟を起こした。勝訴したのはデイビスとマクガーであった。結果、バリーはレーダースの所有権を売却し、チームの所有権のごく一部しか持たないデイビスがチームを、 掌握することになったこの後、レーダースは、デイビスの意向がそのままチームに反映されて、運営されるようになった。チームは、デイビスの信念である、より遠くより深くを受け、ギャンブル要素の高いディープロングパスが多用された。1972年12月23日の、プレイオフ、ピッツバーグスティーラーズ戦では、残り時間1分17秒に、 ダリル・ラモニカをリリーフした、ケンステイ・テーブラーの30ヤードの TD ランで7から6とリードしたが、その後、テリー・ブラッド賞から、ジョン・フッカへのパスに対するジャック・テータムのヒットにより、大きく引かれたボールが、フランコ・ハリスにすっぽり収まり TD を許し敗れた。1973年から1975年まで、チームは AFC チャンピオンシップゲームに連続出場したが、いずれも敗退。 そのうち2回は、ピッツバーグスティーラーズが相手であった。1974年、NFL ベストの12勝2敗で、AFC 西地区優勝を果たしたチームは、スーパーボール3連覇を目指すマイアミドルフィンズと対戦した。試合終了直前、サックされそうになった、ケンステーブラーは、3人のディフェンスに囲まれた、クラレンス・デイビスへの TD パスを成功させ、チームは、勝利したが、 翌週ピッツバーグスティーラーズに敗れた。1975年9月22日のマイアミドルフィンズとの開幕戦、マンデーナイトフットボールでハロールゾハートが102ヤードのキックオフリターン TD を上げた。この年の AFC チャンピオンシップゲームではジョージア・トキンソンがリンスワンにハードヒットし脳震盪を起こさせた。1976年の開幕戦は スーパーボール3連覇を目指すスティーラーズとの戦いでは、ディフェンスに多くの怪我人を抱えたレーダースは、苦戦したが、オーバータイムの末、フレッド・スタインフォルトの決勝 FG で勝利した。この試合でもアトキンソンはスワンにハードヒットを行い、スワンは一時意識を失った。これに対してスティーラーズとチャック・ノールヘッドコーチは、アトキンソンを裁判に訴え、最終的にアトキンソンは敗訴した。 レギュラーシーズンも13勝を1敗で終えた。プレイオフでもチャンピオンシップゲームでスティーラーズを24から7で破り、翌1977年1月に行われた第11回、スーパーボウルに出場、ミネソタバイキングスを32から14で破り、スーパーボウル初制覇を果たした。MVP には TD パスこそないものの、得点に絡む重要なパスをキャッチしたフレッド。 ビレトニコフが選ばれた。1977年12月24日のプレーオフボルチモアコルツ戦でデーブ・キャスパーが背中越しでケンステーブラーから受けたパスはゴースト・トゥー・ザ・ポストとして知られるプレイとなった。1978年9月10日のサンデーゴ・チャージャーズ戦での試合終了直前、ケンステーブラーがファンブルしてエンドゾーン方向に転がったボールを デイブ・キャスパーがリカバーし、決勝 TD を上げた試合は物議を醸しその後、ルール変更が行われるきっかけとなった。スーパーボール優勝1回、10シーズン連続勝ち越しの成績を残しマッテンは1979年に、レーダースを去りフットボール解説者となった。マッテンの後任は、レーダースの元クォーターバックだったトム・フローレスが就任した。彼は、 ヒスパニック発の NFL ヘッドコーチであった。1980年、チームはロサンゼルスへの移転を計画したが、裁判所から禁止命令が出た。デイビスは NFL に対して反トラスト訴訟を起こした。この年、第5週、先発 QB のダンパストリーニが足を骨折した、時点でチームは2勝3敗であった。しかしその後、かつて、 NFL ドラフト全体1位指名を受けた、非階級 B のジム・プランケットらの活躍により11勝5敗で、ワイルドカードで、プレーオフに進出、ヒューストン・オイラーズを27から7、クリーブランド・ブラウンズを14から12、サンディエゴ・チャージャーズを34から27で、破りチームは、第15回スーパーボール出場を果たした。フィラデルフィア・イーグルスとのスーパーボールでは27から、 10で破り2度目の優勝を果たした。MVP には、スーパーボール記録となる、ケニー・キングへの80ヤードの TD パスを含む3本の TD パスを決めた、プランケットが選ばれた。またこの試合で LB ・ロッド・マーティンが、これまた、スーパーボール記録となる3インターセプトを、ロン・ジャオースキーから奪った。ワイルドカードから、スーパーボールに優勝したのはレーダースが初であった。 ロサンゼルス移転1983年シーズンのスーパーボール制覇にも貢献した RB のマーカス・アレン1982年6月連邦地方裁判所でデイビスは勝訴、レーダースは本拠地をカリフォルニア州ロサンゼルスへの移転承認を NFL のオーナー会議に求めた。承認には全体の3、4が必要であったが賛成22票。 反対例表で移転は承認され、ロサンゼルスレーダースとなり、ロサンゼルスメモリアルコロシアムでホームゲームを戦うことになった。ストライキで短縮された1982年のシーズンを8勝1敗で終えて、プレイオフに出場したが2回戦でニューヨークジェッツに敗れた。翌1八十三年を十二勝四敗で終えて、スティーラーズ、シアトルシーホークスをプレーオフで破り、 第18回スーパーボールに出場、ワシントン・レッドスキンズを38から9で破り3度目の優勝を果たした。この試合では、スーパーボール記録となるラン獲得191ヤード、74ヤードの T デイランを挙げたマーガス・アレンが MVP となった。また38得点は当時のスーパーボール記録となった。その後にシーズンはプレーオフに出場したが、 1986年から1989年は8勝8敗以上の成績を上げることができず、1987年から1988年には1961年から1962年以来となる2年連続負け越しを味わった。1987年を5勝10敗で終えると、フローレスはフロント入りし、デンバーブロンコスのオフェンスアシスタントコーチだった。 マイク・シャナハンが公認ヘッドコーチとなった。この年、レーダースは野球とフットボールを掛け持つアスリートで、ハイズマン賞受賞者のボウ・ジャクソンをドラフトで獲得するが、ジャクソンは前年、タンパベイバッカニアーズに一巡目で指名された時に、フットボールはプレイしないと表明していた。デイビスはジャクソンに傾投し、スター・ RB、マーカス・アレンとデイビスの関係に大きな亀裂が生じた。 あとにアレンはカンザスシティチーフスに移籍することになる。1989年のシーズン開幕後1勝3敗となったところでデイビスはシャナハンヘッドコーチを解任し、レーダースのタックルだったアートシェルを公認に据える。シェルは近代 NFL 初のアフリカ系アメリカ人のヘッドコーチとなった。シェルは1990年のシーズンでレーダースを AFC チャンピオンシップに導いたが、バッファロービルズに51対3と大敗した。この敗戦後、チームは下工線をたどる。1990年代のプレーオフ出場は2回、AFC 西地区5チーム中3以上の成績を収めたのは3回のみであった。1990年に、ボージャクソンが引退の原因となる、負傷、問題児のキ 9B、トットマリノビッチの負傷時、 1993年のマーカス・アレンの対談、後にプロフットボール伝導入りを果たすディフェンシブラインマンのハウィー・ロングが1993年のシーズン後に引退とレーダースの一時代は終わりを告げる。1987年にアル・デービスはロサンゼルス・コロシアムの周辺が治安が悪いため新しいスタジアムの候補地を探していた。1988年に ヒューストン・オイラーズとのプレシーズンゲームがオークランドで開催されるとレーダースはオークランドに戻るのではないかといった噂が流れた。1989年1月からデイビスとオークランド市の間で交渉が始められ1991年3月11日にオークランドに移転することが発表されたこの途中の1990年9月11日には オークランドのファンが交渉が進まないことに起こり、レーダースの T シャツやジャージーを燃やす事件も起きた。1988年、チームは、ワシントン・レッド・スキンズに、ジム・ラシーをトレードし、ジェ・シュローダーを獲得した。第4週、敵地マイルハイ・スタジアムで行われた、デンバー・ブロンコストのマンデー・ナイト・フットボールで、先発 q b のシュローダーはパス8本中2本しか、 成功できず、オフェンスの獲得ヤードは39から254と圧倒され、チームは0から24とリードをされて、ハーフタイムを迎えた。多くのテレビ視聴者は、ソウルオリンピックにチャンネルを切り替えたが後半に入り、スティーブ・スミスへの2本の TD パス、キックオフでのレジー・マッケンジーのファンブルフォースでチャンスを獲得するとマーカス・アレンの TD で同点に追いついた。 リッチ・カーリスの FG で再び3点リードされたものの、この年それまで30ヤード以上の FG4 本すべてを失敗していたクリス・バーが残り8秒に44ヤードの FG を成功しオーバータイムに持ち込んだ。新人のティム・ブラウンが74ヤードのパントリターン、TD を決めたかに見えたが反則で無効となったものの、最後はバーの FG でチームは24点差からの逆転劇を 演じた。1990年、チームは AFC チャンピオンシップゲームまで進出したが、バッファロービルズに3から51で敗れた。1991年、ドラフト1巡目で、QB とマリノビッチを獲得した。マリノビッチは、エース QB シュローダーが、負傷欠場したシーズン最終週のカンザスシティチーフス戦に先発出場し試合には、 破れたものの 3td パスを決めるという活躍を見せた。しかし翌週のプレーオフ、チーフスとの再戦では td パスなし、4インターセプトと散々の内容で破れた。マリノビッチは1993年シーズン開幕前に3度目のマリファナ陽性反応が出てチームから解雇された。オークランド再移転1995年6月23日、アルデービスは レイガースの本拠地をオークランドに戻す、胸の同意書にサインする。この移転は盛大な歓迎を受け、1995年シーズン、新ヘッドコーチのマイク・ホワイトの下、チームは8勝2敗と、好調なスタートを切ったが、エース QB のジェフ・ホステトラーの負傷により、チームは、シーズン終了まで6連敗を喫し、プレーオフ進出はならなかった。ホワイト、ジョー・ビューゲルの下、 3シーズン好成績を収められなかった後、1998年にアル・デイビスは過去の所属選手からヘッドコーチを選任するという彼の監修を曲げ、フィラデルフィア・イーグルスの攻撃コーディネーターだったジョン・グルーデンをヘッドコーチに迎える。グルーデンはサンフランシスコ・49アーズのヘッドコーチビル・ウォルシュの下でアシスタントコーチとしてキャリアを開始した人物だった。 グルーデンの指揮の下、レーダースは、それまでのシーズンには欠けていた規律を持って、プレーし始める。ディフェンス選手で、唯一のハイズマン賞受賞者のチャールズ・ウッドソン2000年、グルーデン指揮の3度目のシーズン、チームは、この10年間で、最高の成績を上げた。ベテラン 9B、リッチ・ヤノンが率いるチームは12勝4敗の成績を、収め、AFC チャンピオンシップに進出したが、 ギャノンは相手のヒットにより負傷退場。この年のスーパーボールを制覇したボルチモア・レイブンズに3から16と敗れた。なおその試合の3週間後に行われたプロボールでギャノンは MVP に選ばれた。レーダースは2001年シーズンの開幕前に通算レシーブ記録を保持するジェリーライスを獲得した。シーズン成績は10勝6敗だったがディビジョナルプレイオフで その年のスーパーボール覇者ニューイングランドペイトリオッツに敗れた。この試合は物議を醸した。激しい雪の中、ペイトリオッツのクォーターバックトム・ブレーディのファンブルを、レーダースのチャールズ・ウッドソンがリカバーしたのだが、レビューの結果、ファンブルではなく、パス不成功と判定された。2001年シーズン終了直後、レーダースは、タンパベイ・バッカニアーズとの間で、ジョン・グルーデンを、 現金800万ドル及びドラフト1巡目指名権2つ、2巡目指名権2つと交換するという異例のトレードを行った。後任にはグルーデンの下でレーダースの攻撃コーディネーター兼オフェンシブラインコーチを務めていたビル・キャラハンが指名された。この突然の移動劇の数ヶ月前から、 マスコミでは、アルデービスとグルーデンが、個人的にもビジネスの面でもたもを分かった、という憶測が流れていた。2002年シーズンは、AFC トップの11勝5敗の成績を収め、プレーオフのホームフィールドアドバンテージを確保した。チーム5度目のスーパーボール出場を成し遂げ、キャノンは、NFL のシーズン MVP に選出された。レーダースは、この第37回スーパーボールで、 デクスター・ジョンソン、ドワイト・スミスに、それぞれにインターセプトを喫するなど、21から48と敗れるが、その対戦相手は、普段のグルーデン率いるタンパベイバッカニアーズであった。2003年から2007年の5シーズンでチームは、リーグ最低の19勝しか上げられなかった。2003年、キャラハン2年目のシーズンは、エース QB のギャノンが第7週に、肩の故障で離脱。 4勝12敗に終わった。これは前シーズンにスーパーボールに出場したチームとしては史上最低の成績であった。シーズン中、キャラハンは2003年11月30日の試合終了後の記者会見でチームの低迷についてレイダースの選手たちとマスコミ等を激しく非難した。同年のレギュラーシーズン後、キャラハンは解雇され、ノーブターナーがヘッドコーチに就任した。 2004年、チームは、オフシーズンに、ウォーレンスアップを獲得した。この年、リッチ・ギャノンが先発した3試合は2勝1敗で、あったが、第3週のタンパベイバッカニアーズ戦で、彼が、デリック・ブルックスとヘルメットヘルメットで接触し、負傷した後3勝10敗、チームは5勝11敗と2シーズン連続で負け越した。2005年のトレード解禁と同時に、レーダースは、 ミネソタ・バイキングズからプロボール出場ワイドレシーバーのランディモスを獲得した。2006年、過去にもヘッドコーチを務めたアート・シェルがターナーに代わってヘッドコーチに就任したが1年で解雇され、2007年からレーン・キフィンがヘッドコーチに就任したが、2008年シーズンが開幕後1勝3敗の成績となったところで9月30日に解雇されて、 トムケーブルオフェンスラインコーチが暫定ヘッドコーチに就任した。ケーブルがヘッドコーチになった後、チームは4勝8敗に終わったものの最後の2試合に連勝し、2009年2月ケーブルは正式にヘッドコーチに就任した。2009年開幕前、エース q b 争いが2007年の NFL ドラフト、 全体1位指名で獲得したジャマーカス・ラッセルとオフに加入したジェフ・ガルシアの間で行われたが、故障がちのガルシアは、破れラッセルが開幕先発 QB に指名された。しかし2勝7敗となった後、第11周よりジャマーカス・ラッセルを諦め、ブルース・グラドコースキーを先発に抜擢。グラドコースキーが第14周の試合で負傷してからは、チャーリー・フライが先発 QB を務めた。 ケーブルヘッドコーチは留任した。2010年、シーズンオフに QB ジャマーカス・ラッセルを解雇し、ワシントン・レッド・スキンズより、ジェイソン・ギャンベルを獲得した。このシーズン、チームは、ダレン・マク・ファデン、ジャコビー・フォードらの活躍もあり AFC 西地区の、同一地区内対戦は6戦全勝し8勝8敗と、8シーズンぶりに負け越しを逃れたが、シーズン終了後、チームオーナーのアル・デイビスは、 契約満了を理由にトム・ケーブルヘッドコーチとの契約を更新しなかった。2011年1月18日に攻撃コーディネーターであったヒュー・ジャクソンがヘッドコーチに昇格した。同年10月8日、アル・デイビスオーナーが82歳で亡くなり、息子のマーク・デイビスが過半数の株を相続してオーナーとなった。 翌日のヒューストンテキサンズとの試合でチームは25から20で接戦を勝利した。最後のプレーで相手 QB、マット勝負のパスをインターセプトしたマイケルハフはオーナーがボールを取らせてくれた。と涙ながらに語った。第6週のクリーブランドブラウンズ戦でエース QB のジェイソン・ギャンベルが鎖骨を骨折した。チームはトレード期限ギリギリで シンシナティベンガルズのカーソン・パーマーを2012年のドラフト1巡指名権、2013年のドラフト2巡指名権と引き換えで獲得した。シーズン終了後にレジー・マッケンジーが GM に就任、ヒュー・ジャクソンヘッドコーチを解任、デンバー・ブロンコスの守備コーディネーターであったデニス・アレンがヘッドコーチに就任した。2013年、2014年は共に大きく負け越し、 2014年シーズンをもってアレン HC は解任、後任には元ジャクソンビルジャガーズ HC で前シーズンまでデンバーブロンコスの守備コーディネーターを務めていたジャック・デルリオが就任。2代続けて地区ライバルのブロンコスの守備コーディネーターから HC を昇平することになった。オールプロで史上初となる2つのポジションで選出された。 カリルマック2015年シーズンは7勝9敗に終わったが、請求 b 2年目のデレックカーが成績を向上させ、で、LB のカリルマックが史上初めて両ポジションでオールプロに選出されるなど、低迷が続くチームに明るい話題が増えたシーズンとなった。一方、長年チームの守備を支えたいのチャールズ・ウッドソンがこのシーズン限りで現役引退。 2016年シーズンは前年開花したカーを中心としてチーフスと高レベルの地区主争いをしていた。しかし第16週の試合終盤にカーが負傷し翌週のレギュラーシーズン最終戦に敗れチーフスに逆転で地区優勝を奪われた。ワイルドカードで14年ぶりにプレーオフ進出を果たしたがカーの欠場の影響は大きく初戦で敗退した。 2017年シーズンは、シアトルシーホークスで一度引退した、RB のマーション・オン・リンチが、現役復帰したことが話題となった。チームは、開幕に連勝したものの、第3週から4連敗し、その後も波に乗れないまま、シーズン終盤を迎えて、プレイオフ進出を逃し、ヘッドコーチのデルリオは解雇され、ジョン・グルーデンが、ヘッドコーチに復帰した。スタジアム問題と、 ラスベガス移転オークランドアラメダカウンティコロシアムが1966年完成と老朽化しているため新スタジアムを求める声が次第に高まったオークランドにおけるスタジアム建て替え案サンタクララのリーバイススタジアムをサンフランシスコ4 9ナーズと共用する案ラスベガスに移転する案ロサンゼルスに再移転する案などが浮上したチームはチャージャーズと共同で ロサンゼルス再移転の申請をしたが、2016年のオーナー会議で否決され、ラムズのロサンゼルスへの移転のみが承認された。ラムズの移転承認決議では、ラムズとのスタジアム同居でのロサンゼルス移転を受け入れるか否かの選択権がチャージャーズに与えられ、チャージャーズが移転を選択しなかった場合は、選択権がレーダースに移る条件が付された。この決議を受けて、 デイビスオーナーは、オークランドでの新スタジアム建設交渉を進めているが、建設が承認されなければ、ラスベガスやロサンゼルスを移転先として検討していることが報じられた。2017年1月12日、チャージャーズの移転が決定し、レーダースのロサンゼルス移転はなくなった。レーダースは、2日後の2017年1月14日、ネバダ州ラスベガスへの移転を申請した。 前述の通り2017年3月の NFL オーナー会議で投票にかけられ、賛成多数でラスベガスへの移転が承認された。ただし、新スタジアムとなるアレジアントスタジアムが2020年夏に完成するために2020年シーズンから移転することになった。移転決定を受け、2018年、オークランド市はスタジアムなどの投資の損害賠償を求め、 レーダース及び移転を承認した他の NFL チームを提訴した。2019年シーズンのスタジアムリース契約が正式締結される前にオークランド氏と民事紛争が生じたため2019年シーズンにオークランドで試合するか危ぶまれたが同年シーズンはオークランドを本拠地としてホームゲームを開催した。2018年シーズンは開幕前に ドラフト第一巡指名権2つと交換に出借りる、マックをシカゴベアーズへトレードし、あとにはドラフト第一巡指名権1つと交換に WR アマリ・クーパーをダラス・カウボーイズにトレードしてチーム再建に備えた。2018年1月5日には NFL 史上最長かつ最高額となる10年1億ドルでヘッドコーチのジョン・グルーデンと契約した。 だが2018年12月10日、コンファレンス再開を低迷するチームは、GM のレジー・マッケンジーを解雇し、チームは、地区再開となった。GM の後任は、マイク・メイヨックとなった。2019年、オークランドでの最終シーズンも、プレイオフを逃し、2003年以降の17シーズンで、プレイオフ出場は、ワイルドカードでのただ一度という結果で、 ラスベガスに移転することになった。ラスベガス移転後2020年1月22日、レーダースは正式にラスベガスに移転し、ラスベガスレーダースとなった。スタジアムを建設し、2020年シーズンに臨んだが、新型コロナウイルス感染症流行のため、全ホーム試合を無観客とした。発勝8敗の地区2位で、プレーオフを逃した。スタジアムに集結する。 レーダースファンラスベガスレーダリッツチーム名は当初、メトロポリタンオークランドエリアフットボールクラブに決まろうとしていたが、長すぎることから、地元紙が命名コンテストを実施。その結果、スペイン語で紳士を意味する、セニョールズに決まった。しかし、これがジョークの種にされたため、急遽チームは投票で3位だった侵略者や海賊を意味するレーダースに変更し、現在に至る。 フットボールのヘルメットをかぶり、眼帯をしたレーダースを象徴するロゴマークのモデルは俳優のランドルフ・スコットと言われている。1960年にデザインされたロゴは1963年に改良され、同時にチームカラーも黒、金、白の3色から白黒テレビでよく映えるとのことから黒、銀に変更し、現在に至る。レーダースのファンは、 レーダーネーションと呼ばれ、NFL の中でも熱心で、激しい人が多いと言われている。相手チームに対する激しい敵意を持っており、かつて、サンフランシスコフォーナイナーズのヘッドコーチだったスティーブ・マリウッチは選手たちに、オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアムでの試合には、自家用車ではなく、チームバスに乗るよう忠告したほど、オークランド時代、ホームのエンドゾーン付近を陣取る黒い服を着たファンの、 エリアは、ブラックホールと呼ばれていた。トム・ハンクスや、MC ・ハマーなど芸能人のファンも多い。チームの公式マスコットは、2013年に登場した、レーダー・ラッシャーである。チームには、公式チアリーダーとして、ラスベガス・レーダー・リッツが活動している。1961年に、オークランド・レーダー・リッツとして設立された。チームがロサンゼルスにいた頃は、ロサンゼルス・レーダー・リッツとして活動していた。 一度対戦二度対戦。しかし、最初の2年間は、オークランドでスタジアムを建設できなかったことから、サンフランシスコのスタジアムを使用していた。ありがとうございます。